今日から使える簡単決闘データ、決闘データ備忘録、ダブルデータフォーカス推奨馬大発表のお時間がやってまいりました。はい、今回は、11月12日土曜日に行われるレースの中から、G3 武蔵野ステークス、G2 デイリー杯2歳ステークスを含む、合計5つのレースを厳選勝負レースとして推奨馬をお届けしていきます。日曜日のエリザベス女王杯福島記念の最終結論はまた明日の動画にてという形にはなるんですけども、事前のラップ分析の動画については公開済みですので、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思いますが、この秋秋華賞以降ですね、ラップ分析を再び力を入れさせていただいていまして、秋華賞ではスタンニングローズ、菊花賞ではアスクビクターモアを見事推奨という形でラップ分析絶好調ですので、本日もですね、ラップ分析取り入れられるレースについてはラップ分析も取り入れながら予想をお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは11月12日土曜日の厳選勝負レースは以下の通りです。阪神1レース、東京8レース、東京9レース、東京11レース、G3 武蔵野ステークス、阪神11レース、G2 デイリー杯2歳ステークス、合計5つのレースを厳選勝負レースとしてピックアップして推奨馬をお届けします。なお、東京11レース、武蔵野ステークス、阪神11レース、デイリー杯2歳ステークスの推奨馬につきましては、メンバーシップ限定での配信となりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは推奨馬の発表に移ります。まずは阪神1レース、ダート 1800m で行われる2歳未勝利戦となっています。こちらのレースで推奨させていただきますのは、5枠5番のガルジャーですね。このガルジャー、今回が初めてのダートですね。新馬戦未勝利戦と、ここまで2戦連続で、芝のレースを使われているんですけども、ちょっと大敗続きとなっていて、今回人気薄になっているんですけども、アメリカンペイトリオット産駒なんですけども、アメリカンペイトリオット産駒、この阪神ダート 1800m かなり好成績を収めているコースとなっています。しかもこのガルジャーですね、アメリカンペイトリオット産駒ということだけでなくですね、母父ティンバーカントリー、母父黒船、近親にダートオープンまで上り詰めた、個人的にもちょっと昔馬券でお世話になったことのあるあのビッグジェムが近親にいるような血統背景ですので、明らかにダートの方が向くような血統となっています。ある程度馬格のある牝馬となりますし、メンバーの中でも、今回芝からダートに変わってくるメンバーが多数いる中で、アメリカンペイトリオット産駒というデータも、心強いですし、母方にはこういった、ダート血統の詰め合わせのような血統背景ということもありますので、今回ですね、ダート代わりの一戦となりますが、しかもですね、7頭中現在5番人気とオッズ的にも美味しいオッズとなっていますので、今回、思い切ってちょっと期待をしてみたいと思っています。はい、続きましては東京8レース、ダート 1600m で行われる3歳以上2勝クラスのレースです。こちらのレースで推奨させていただきますのは、4枠8番のカフェプリンセスですね。このカフェプリンセス、ドゥラメンテ産駒なんですけども、東京ダート 1600m、480kg 以上馬体重のある、大型のドゥラメンテ産駒が、ご覧の通り好成績を収めているコース設定となっています。このカフェプリンセスも前走が484kg ということで、今回ちょっと、もしかしたら絞れで 480kg 若干割ってしまうかもしれないんですけども、ある程度馬格のあるドゥラメンテ産駒ということで、このデータに合致する形となるかなと思います。前走ちょっと、負けてはしまっているんですけども、前々走1勝クラスを勝ち上がった時が、2着に 1.2 秒差をつける圧勝でしたので、もちろんこの勝ちっぷりを見れば、クラスの上がったここでも、通用してくる実力が持っているのかなと思います。前走は、約8ヶ月ぶりのレースでしたので、しかも不良馬場ということで、大型のドゥラメンテ産駒結構時計の出る馬場よりも、時計のかかる、両馬場のダートの方が得意としている馬も多かったりしますので、今回両馬場で迎えられそうなのもいいかなと思いますし、ワンターンの、コースも今回初めてですけども合っているのかなと思います。今回しかもムーア騎手の鞍上ということでかなり信頼できるんじゃないかなと思っています。一勝クラスを衝撃の圧勝した馬ですので、叩き2戦目、しかも大型ドゥラメンテ産駒が好成績のコースということで、圧倒的1番人気のちょっと馬が1頭いるんですけども、このカフェプリンセス2番人気かなと思うんですけども、ちょっと頭を期待して馬券は買ってみたいかなと思っています。
はい、続きました東京キューレース、ダート 1400m で行われます、2歳1勝クラスの、オキザリス賞ですね、こちらのレースで推奨させていただきますのは、1枠2番のペリエールですね。このペリエールヘニヒューズ3区なんですけども、距離短縮で、東京ダート 1400m に出走してくるヘニヒューズ3区、ご覧の通り高い高走率と優秀な回収率をマークしている条件となります。まあ、ヘニーヒューズ3区のスピードがしっかり生きる舞台設定といった形でしょうか。まあ、しかもこのペリエールですね、ヘニーヒューズ3区ということだけじゃなくて、お母さんのお父さん母父が富士奇跡で、品系をたどるとスキーパラダイスがいるような、まあ、スピードにかなり裏付けのあるような血統背景をしていますので、今回距離短縮は、かなり合う条件なんじゃないかなと思います。まあ、ヘニーヒューズだけに内枠はちょっと心配なんですけども、前走を見る限り客室には幅のありそうな器用なタイプに見えますので、まあ、ここはちょっと福永騎手がうまく乗ってくれることに期待してみたいかなと思っています。前走、新馬戦圧勝時の、ラップ的にもですね、まあ、中緩みラップを上がり最速で圧勝という形なので、まあ、東京の直線、長い直線でもしっかり持ち味が生きるような、特性を示しているかなと思っています。まあ、今回一気の距離短縮にはなるんですけども、血統データ的には OK ですし、まあ、長い直線も向きそうな、前走のラップ分析からそんな、姿も想像できますので、まあ、一番人気にはなってしまうかなと思うんですけども、しっかり勝ち切ってくれることに期待して推奨馬とさせていただきます。はい、以上阪神1レース、東京8レース、東京9レース、合計3つのレースをピックアップして推奨馬をお届けさせていただきました。G3 武蔵野ステークス、 G2 デイリー杯2歳ステークスの推奨馬については、メンバーシップ限定での配信となります。レース当日の朝9時頃までに YouTube コミュニティ内にてメンバーシップ限定で推奨馬の名前と推奨理由の書かれた画像を投稿させていただきますので、ぜひそちらの方で推奨馬の方をご確認いただければと思います。武蔵野ステークス、デイリー杯2歳ステークスの推奨馬についてはメンバーシップ限定での配信となりますので、ぜひこの機会にメンバーシップへのご登録をご検討ください。なおブッカーズの記事の方で今回の武蔵野ステークス、デイリー杯2歳ステークスの推奨馬が書かれた記事を販売をさせていただきたいと思っています。詳しくはちょっとツイッターの方をご確認いただければと思うんですけども、メンバーシップが月々390円で一月まるまるの推奨馬が全部確認できる形なんですけども、ブッカーズの記事は今回の1日分で200円となるので、まあ、明らかに YouTube メンバーシップの方がお得にはなるんですけども、ちょっと月額で支払うことにご抵抗のある方はぜひ、記事の、バラ売りの方を、ご検討いただければと思っています。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ福島記念、エリザベス女王杯、それぞれのラップ分析の動画もご視聴いただければと思います。はい、それでは土曜日の競馬一緒に楽しんでいきましょう。最後までありがとうございました。